キングアドプリンス平野翔さんです。そんなわけない。下げて下げて、見てる、かわいい。見てる、かわいい。ちゃんと普通にかっこいい。普通にアイドル、そうですね、ストレートに似てるよ。ジャニーズの子よ。のよく言われる。 SNS でたまに言われる。 SNS でよく言われる。でもお茶飲んでたらちょっと騒ぎになったの。そのスタバから出て行った時にちょっとフォロワーさんに声かけられて、声をかけられた人に対応したら、はい、騒ぎになり、収拾がつかなくなり、警察が対応っていう。本当に平野くんが噂呼んで、どうなの、やっぱ芸能界とか興味あるの。ぼちぼち。いや、これかわいいよ。ぼちぼちでできるほどあんまないから。やめてください。最初はそんなんでいいんですよ。あ、だこれなんかキンプリメドレーとかモノマネ軍団に入るとか。モノマネジャニーズ軍団みたいなうちらやってんのよね。また次回も多分2ヶ月後とかあんねんけど、ね、もしよかったらなんかこのステージで踊ってみない。またちょっと考えこうへんな。これが中東野さん来ないですよ。このまでじゃなくて、このもう王道アイドルとしていきたいじゃないですか。何やりたいとかの、歌やりたい、ダンス、お芝居とか。今ちょっといろいろと考えてて、それでですね、この平野くんといえば、映画かぐや様話題になりました。今回ですね、当番組の男なのに橋本環奈さんのそっくりさんをお呼びしました。あ、来た。ほら、カナちゃんや。こちらのこれこれモノマネとこういうこと。モノマネはこういうことですか。そしてどうもありがとうございます。カナちゃん何しに来たんや。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。いやでもカンナちゃん男でやっぱ似てるし、似てる。いやすごい、これこの設定、このサイズ感がええね。これですこれがええね。これをやりたかったんですよ。ほんまやわ。でも似てんな。すごいすごい立ち姿。どう、ゆうたろうくん。いや僕映画出演させてもらってるんですけど、で仲良くさせてもらってるんですけど、こっから見た2人がちょうどよく似てます。あ、嬉しい。そう、嬉しいわ。斜めの顔、横顔がすごい、あの鼻筋とかがすごく似てますね。ゆうたろうくん、おかわいいこと。かましいわ。かぐや様。それ多分かぐや様ね。というわけで、それでは審査員の相手に参りましょう。チャンピオンが似てると思ったら赤のボタンを、挑戦者が似てると思ったら白のボタンを押してください。それではスイッチをどうぞ。あ、挑戦者が似てる。すごい、よかった。続いての方に参りましょう。池袋を歩いているとよく二度見されるファーストサマーウイカさんです。あ、似てる。あ、似てる。似てる。めっちゃ似てるわ。ええ感じで似てるわ。うわ、似てるわ。すっきりするわ。ほんま、すげえ。笑い方もね、めっちゃ言われるでしょ。目と鼻のラインもめっちゃすごい。そっくりして、目元そっくり。うわ、似てるわ。ウコン君、どう？ウコン君。めちゃくちゃ似てますね。正面も横顔も似てるからなんか。似てる。いや、ほんま似てるわ。なんかこう似ててよかったなと思うことありますか？なんか職場で、社長さんと最近一緒に行動することがあるんですけど。はいはいはい。でなんかうちのウィーポンだからみたいな感じで。あ、なるほど。営業とか掴み OK やな。掴み OK ですよ。これ会社に貢献してんねや。ええやめっちゃいいじゃないですか。これはいいですね。さあ、それでは審査員の判定に参りましょう。チャンピオンが似てると思ったら赤のボタンを、挑戦者が似てると思ったら白のボタンを押してください。難しい。それではスイッチをどうぞ。こっちや。あ、挑戦者ファーストサマーウイカさん勝ちました。おめでとう。